404です。今回はこちらです。カプセルプラレールと私、22回目です。この企画のルールはこんな感じです。今回やってきたのは幸せを運ぶ黄色い列車編です。ラインナップはこんな感じとなっております。はい、今回でこちらのシリーズは確か2回目ですね。早速開けていきましょう。いきます。せーの、よっと。さて、何でしょう。車両ではなさそうですね。うわー、パーツ数が多いな。これは何だろう。これか。今回当たったのは車庫です。前回も車庫でしたよね。まさか2回連続で車庫が出ると思わなかったな。パーツ数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 パーツで構成されてます。結構多いですね。そしてシールが入っていました。それではこちらの組み立て図を見ながら組み立てていきましょう。あ、なるほど。レールも一体化になるので全部で11パーツでした。はい、できました。こちらのシールなんですが、数字のシールが1から4までの合計4枚、そして安全第一のシールが1枚ついてまして、数字のシールは好きな数字をここに、安全第一のシールはここに貼るように指示されています。ですがこのままの方がなんかかっこいいので、今回こちらのシールは使用しません。それでは近くで見ていきましょう。グレーの成形色のパーツとブラックのクリアパーツで構成されています。こんな感じで屋根がアーチ型になっていて、なかなか面白い作りをしていますよね。まあでもこれだと1両分しか入らないので、最低でも3つは欲しいですね。はい、こちらの車庫を設置してみました。いかがでしょう。なかなかいいですよね。側面がね、クリアパーツなので、うっすら見えるところがまたいいですよね。やっぱりね、何個か欲しいですね。この車両がすっぽり収まるくらいの数は確保したいなと思いました。同じシリーズのもので揃えるとこんな感じになります。この車庫自体の色がね、モノトーンなので、この車両の黄色がすごく映えますよね。はい、というわけで今回は幸せを運ぶ黄色い列車編の車庫が当たりました。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。